定活は中華民国の政治家、北京政府の要人、字は中良、修寮、河南大学を卒業後、日本に留学する、東京帝国大学法科を卒業して法学士を取得した。また、中国同盟会に加入し、雑誌、河南を創刊している。帰国後は天津で革命派のための秘密活動に従事したが、ことが漏れて捉えられた。 朝平一氏の圧戦により釈放されている。1912年6月以降、北京政府内務部で、各職を歴任している。翌年4月には、国会参議院に選出された。1914年6月、先生省の官中動員となり、翌年12月には、副都党、アニアス氏弁事長官に任じられた。1918年、病により実職、帰京した。 1922年、河南特軍となっていた、氷玉将の地グを得る。翌年1月に、その推薦により、司法総長研修定法律官総裁に任じられた。在任中の定活は、法廷で無罪判決を受けて釈放された、ラモンミキについて、判決を不服として上訴し、ラオサイド収監させてしまう。これは、全国司法会の反発、月光を招く。 大失態となってしまった。1924年1月、定勝は内務総長に昇進した。しかし、同年9月に辞任し、天津に偶居する。なお、この頃までには、定勝は因難事項、引導遠慮とともに、日本通りの四巨頭とも腐されるようになっている。国民政府成立後の1933年9月に、北平政治会議顧問として、将兵に応じた。 1935年6月、天津市長に任じられる。同年12月には、被殺政務委員会委員となった。1936年3月28日、天津にて病没。去年59、ありがとうございます。